聞こえてるか。コメントが見えないから分かんないな。来ました。来ました。コメント欄が見えない。出てますかね、音声言ってるっすかね。聞こえてますか。お、お、いた。いったかな。やっと来た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 。やっと始まれる。コメントが見えない。来た。リスナーさんのコメントが見えない。人がどこか行っちゃってんな。あ、来た。出てきた。来た来た。来たかな。みんなまだ見てくれてるかな。あ。聞こえる。頑張って。あ、お。待ってたぜ。待たせました。お待たせ様で。お待たせ様です。はい。ですね。今回はナイトさんが不在の中。そうなんです、はい、僕たち U 字工事で U 字工事でお送りいたします、はい、今さら今さらですけど。本当はね、さっきも書いたんですけど、外にカメラを置いてナンパをしてみようと。ナンパをして、女の子をちょっと一緒に映ってみようかみたいな流れあったんですけど、まあちょっとね、難しいらしくて、ね、まだちょっと次回にしようという話、次回に持ち越しということなんで、ナイトさんはですね、ナイトさんどこ行ってるんですかね。ちょっとなんか用事があるらしく、それでちょっと出れないからということで、はい、僕ら二人がまあいつものごとく借り出されたんですけど、はい。なんですね。ほんとね。ほんとこの、ね、この間僕たちここで何しとればいいんかってずーっと悩んでましたよね。そうそうそう。特にね、なんかやっぱ二人だとね、何をしようっていう流れになりますからね。どうします、リスナーさんにちょっとなんかリクエストかなんか受けてみます。ちょっとセキララトークとかでも何でもいいですね。まあそうですね、はい、何かユージさんとこの工事に、ね、はい、もう恋バナ、恋バナはまあ恋バナですよ。恋バナとかでもいいです、ね、工事の危ない実験。危ない実験まだやらす。今日危ない実験機材なんかそんなにね、そうですね、ないですからね。言うてまあ今まで僕が出てたので危なくなかったの大してないです、ね、ないですからね。大体危ないですからね。ろうそく打ったりとか、そうです、ろうそく食うのが一番危なかったですけどね。あれまだ僕のケツから出てきてないんじゃないかみたいな。ボーレーローのコーチです。ね、これね、はい、いつものこと、いつもの。顔面にそのパッチンしてや。ナイトさんからのコメントです、ね、いや、ナイトさん見てますからね、今回。コージです。そうなんですね、ナイトさん、はい、まあ多分見てるみたいなことは言ってたんで、はい、さっき。そうですね、ナイトさん今回リスナー側なんで、リスナー側で、はい、とんだ無茶ぶりが来るんじゃないかなという。ほんと怖いですけどね、はい、ナイト君見てる。ナイトの好きな女性のタイプを教えて。ナイトさんの好きな女性、待って、アマユウさんの話。あ、アマユウさん、いや、わかんないですよ。ボレロのアマユウさんかもしれないですからね。うちの社長のアマユウさん、どっちですかね、はい、ナイトの暴露話。暴露することなんかあります。何もない、そんなに。うん、ナイトさんね、ナイトの好きな女性のタイプ教えて。どんな人がタイプなんですかね、ナイトさん。俺、全然わかんないですからね、好み。もう昔もそんな、え、誰、どんなのだろう。ナイト君が赤面するぐらいの話、あとでがっつりしばかれるの嫌じゃけん、OK か OK じゃないか、ナイトさんコメントください。昔の恋人の話とかですかね。ボレロの甘優さん、ボレロの天優さんもあんまり付き合い僕ないですからね。ああ、そうかそうか、違いましたもんね。
OK、これナイトさんからの、ナイトさんなのかな、わかんないですからね。 OK、ナイト大空翼の話、の話、なるほど、えぐいとこ聞くね。いちご話ですね。いちご話、ストロベリー、はい、今何時今何時、お前にマジ、お前にマジ、今何分、お前に興奮みたいな感じですかね。そうですね。ボレロで生放送はしないの？まあしてみてもいいんですけどね。まあ機材がですね、機材がですね、持ち運べるものがまだあれですからね。そうですね、そこまでしっかりやるのが厳しいですね、はい、翼トークとあまゆトーク、今度はあまゆと大空翼呼びます？翼さん出せばいいんですよね。翼さん出します？はい、逆に翼さんはいいとこじゃないですかね。呼ぶ来そうですよね、翼さんなら。まあ、いろいろ積もる話聞きたい方もいろいろいるかもしれない。面白い人、面白い人なんで、うん、まあ、ストロベリートークでですね、ストロベリーですね。翼さんはね、どうなんでしょうね、来るんですかね。忙しそうですからね。電話してみます、今今からですか？さすがに今から多分枠に入りきらないですよ、翼さん。まあまあ、間違いないですね。終わんない、番組が終わんない。終わらない、ひたすら喋りますからね。電話しよう、スピーカーで。あまゆうさんはどうなんですかね。こういうのあんま好きじゃなさそうな感じがするんですけどね。いや、でも、どうですかね。出てくださいって言えば出てくれそうな気もするんですけど、まあでもちょっと、まあいろいろ他にもやってることあるんで厳しいかなと思うんですけど。まあ、ボレロメンバーで言ったら個人的には水木さんあたりは、あ、水木さんちょっと欲しいですね。欲しいですけどね。水木さん来たらとりあえずあの人ずっと喋ってますからね。そうですね、結構ボレの人多分喋る人多いですね。そうですね、あとうちで他にだったら、まあ、イケメンの新人君売り出したいなぐらいで。やりすぎよりやりすぎより喋るみたいな。やりすぎより、やりすぎより、やりすぎもまあ、あのオンオフがあるんで。まあまあ、そうですよね。そうですね、波あるんで、喋、うん、んないとき、あの全然宅で実装になったりしますけどね。オゾンメンバーは、だいたいこの時間、多分やっと起きて準備したりとかいろいろあるんでね。なかなかあれですけど。あまゆさんって怖いの？全然怖くないですよ。たまにご飯連れてってくれたりしますし。もう僕は結構、そうですよね、今日起きたのが昼の4時ぐらいですかね。あの、ずっと昨日体調悪くて休んで寝てたんで。ああ、はい、言ってもだって2部から2部の営業でこの時間で起きてるって結構早いですね。ですよね、今ぐらいに、まあ、もうヘアメとか行ったりとか。そうですね、僕だったら何なら出てくれって言われたらノイローゼです。なんで早起きせねえけんのみたいな。結構早起きすると眠くなっちゃう人いるんで。そうなんです、このままゆうじさんは仕事です。僕は仕事終わりです。お仕事、家が飲みすぎてベロベロです。今日ね、ちょっとね、寝ようか迷ったんですけどね、海猿見てたら寝れなくなっちゃったんで、ね、あー、やってましたもんね、うん、てか海猿ってあれ前回終わったんじゃないんですか？なんか結構リクエストあってなんか結局やったみたいな。そうなんです、ね、だって何でしたっけサブタイトル、ラストメッセージかなんかでしたもんね。全然ラストじゃないですもんね。今回何でしたっけ？何でしたっけ？ブレイブハートだからなんかそんなでしたっけ？それ全然ないでしたっけ？もうバディだみたいなとこ見ててちょっと、ああなるほどねみたいな。なんなら俺結構あの小学校低学年ぐらいの時かな、海猿の撮影、まあ広島であったんですけど。ああ、広島で。そう、僕それあのミーハーでちょっと見に行って。はい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 。あの加藤愛ちゃん。加藤愛可愛いですよね。あの時めちゃくちゃ可愛くて、僕多分芸能人で一番好きに、最初に好きになったの多分加藤愛ちゃん、ね。可愛いですよ。だって今29歳ですからね。そうですよね。めっちゃ可愛い。どうしよう、本当お客さんで来たらびっくりしますけどね、うん、ですね。とりあえず従業員みんなぶっ飛ばして、そうですね、はい、あの全力であのみんなあのとりあえずあの裏で縛っておいて、はい、僕一人でずっとつきますけど。そうですね。他何か書いてないかな、危ない。あ、海猿もう見てきた人いる、うん、早い。海猿今ちょっと再現してみて。どんなシーンがあったっけ。どのシーンですか。わりかしね、もう眠くてそんな集中してなかったかな。どうします、
ドラマ版で、不審船に銃撃かましたぐらいのやってみます、二人で。そんなシーンありましたっけ。千崎とあれ名前なんでしたっけ。そんなありましたっけ。ありました、ドラマ版の方で。これ多分さっきはアラームがブー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 、危ないことしよう、工事危ないことしようよ、工事危ないことしようよ。先輩撃たれるやつね。あ、そう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 、うん、なるほど。やりすぎのやりすぎタイム。どうしよう、何しよう、どうしてもなんか、ね、僕にリクエストあればそれ答えれる範囲なら答えますよ、僕は今日。もう今日はもう何でもするつもりできたんで。なるほど。ただ番組終わるようなことだけは。まあ危ないですね。危ないですね。さ、あの完璧、あの何出すとかになったら、あの打ち切りになって、あのこのアカウントじゃあの放送できんようになってしまうんで。やりすぎでしょーってことやって、どうしよう。ナイトさんのろうそくと垂らし合うってね、結構難しいね。カメラあの外向けれないけど、俺キャッチしていきましょうか今から。その間まあユージさん一人になっちゃうんですけど。なるほど。結構その間何やろうって感じですよね。とりあえず U 字工事の鼻の穴に指突っ込みながら二人で垂らし合う。何よ。千崎と吉岡君、あ、吉岡君か、バディの名前ですね。カメラなしでってもう、あ、もう行けってことですかね、これカメラなしでやってみて、ちょっと行ってみましょうか。時間は女の子は通るかって感じですからね。そうですね。ちょっと行ってみましょうか、僕。どうします、ゆうじさん。行けます。もうあと26分ぐらいだから、結構ね、ささっと、ささっと、あ、なんか、あららら、なんか出てきた。2カメが、出てきた奥から、ちっちゃいのが。あ、来ましたね、これ。来ました？できましたね。これ行ってみましょうか。これをですね、ナンパ行っちゃう。出た出た出た、おおお、外出てますね。あ、でしたらもう僕カメラついてちょっと外行ってきますね。行きましょう、行きましょう。これ持ってっていいんじゃないですか。これ持ってきましょうか。すごい、これ外、女の子これ通るんですかね。これ外の音声でつながるんですか。はい、ちょうど場所が歌舞伎町ビルの裏側になるんでね、人通りがあるかないか。これ女の子いないですね、全然。とコメントが滞ってるようです。映ってます、映ってます、女の子は全然いないですね。これでも、これ中で見ながら女の子らしき影が来たら行くっていうのもできますからね。シュールだな、これ。これ見えてますかね。なんかコメントが一切ないですけど。音。これちなみに近くで見てる人いたら結構緊急参加してくれても OK ですよ。あ、女の子。ちょい。女の子いた今。行っちゃった。コウさんどこ行ったの。あれ、やりすぎさんどこ行ったのかな、これ。あー、今女の子いたんだけどな。これあれですよね、ちなみにやっぱナンパするなら可愛い子連れてきてほしいですよね。来た。おっと、逃げられてる。結構ダッシュされてましたね今。やりすぎさん失敗ということで。結構今小柄でちょっと可愛らしい感じの女の子だったんじゃないんですか。お仕事中みたいだったね。あー、惜しかった。逃げられてた。
バッチリ逃げられてた。そっちコメント見えます？コメント今映ってるのが私が近いなら行くのにまでです。ああなるほど。これ結構いっぱい草生えてますよ。これシュールですね。これこれやっぱでも3人いる状態が一番いいですよね。ここでトークしつつもみたいな。もうなんかもう完全に不審な人っていうか、なんかこのコウジ君の格好だとちょっとね、客引きのボーイさんみたいな感じにも見えますけどね。これあれですかね、酔っ払いの人にカメラ壊されたりとかしないかちょっと心配ですけどね。これでもできるんだったらちょっとね、あのナイトさんあたりやからの人に絡んでもらったりとか。何してるの？これはですね、今ですね、はい、ナンパをして女の子をゲストに入れられるかちょっと試してみてるところですね、コウジ君が。はい、この間ちょっと僕ちょっと暇かもしれないですけど、結構コウジ君も多分ね、女の子通るまで暇ですからね、これ。あそこの酔っ払い声かけてみます。あ、なるほど。ナイトさんのは見たくない。まあでもこれは当然僕とコウジ君で結構やりたい感じですからね。あそこの酔っ払い声かけてみます。あと女の子が来た。これ女の子が見えますね。大丈夫ですか？女の子が見えますね。これちなみに歌舞伎町ビルの裏側です。来ました。来ました。やだやだ。なんで、ね、危ない。引っ張るからやだ。引っ張るから。カメラなんで。ほら。ああ完全これもう逃げられてますね。はい。酔っ払いとの絡み。もう今全力でですね。多分外のマイクとか多分聞こえないと思うんですけど、全力で女の子やだやだやだって逃げてましたからね今。何これやだみたいな。コウジ頑張ってるけど人通んねんだよこれ。これでもこの企画多分めっちゃ面白いんじゃないですかね。コウジ頑張る。頑張って。これこれ最後までにこれいけるんですかね。これこれでも人通んないですもんね。そうですね、ちょっと通りがね、ちょっとあの小間劇ぐらいまで行ってきましょうか、ね、あ、コウジの声聞こえる？はい、聞こえてるみたいです。はい、オッケー。これなんか近い人いたらちょっとぜひ。そうです、近い人おったらちょっと通ってみてくれたら、ここ今なら漏れなくやりすぎさんが声をかけてくれるんで。不審者コウジ誰がい。今日延長でマジか。これね、延長したいですね。これ結構仕事すっぽかしてでもちょっとこれやってみたいですね。はい、もう今日も休んでしまおうかと。朝6時からいろんな人呼ぶ。もっと、あ、でも女の子は通ってるわけじゃないですね。謝らないで行きたいことはあるんだから。15人ぐらいいた。これですね、でもコウジ君いない間結構何しようかなって感じがありますからね。行っちゃう？行っちゃう？これシュールですね、この映像。ダメ。そうなんです、カメラ固定なんで動けないんですよ、はい、これシュールですね。この間僕は何をしようかなって感じですね。この間僕はね、出世先のコウジさん。はい、どうも、こちらコウジです。そうですね、この間僕は何もやることが、ね、ないんでちょっと落書きして遊んでようかな。なんかどんねえな、これ。
何でもやるな、マネージャー。ユージにマイクが必要。あれ、ユージさん声出てます？声出てますよ。本当です？ユージにマイクが必要って書いてありますよ、はい、いやいや、ちょっとね、これね、何してようかなって今ちょっと落書きをしようかなっていうあれで。そうですね、ちょっとそこ行くわ。おいで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 、来て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 、ここここここ、おいでおいでおいで、場所わかる、おいでおいでおいで、みんなもうおいでおいで。これコージ君の髪型どんな感じなんですかね。これこれ耳にかけてる感じですね。この際イケメン狩りでもイケメン声かけてみましょうか。イケメン、そうですね、イケメンでもいいんじゃないですかね。まあまあまあ、ちょっとコージ君を変えてみたんですけど、こんな感じですかね。似てる？え、何似てるってめっちゃ気になるんですけど、僕結構ね、絵心多分あると思うんですけどね、僕。はい、これをですね、いけないかな。さて、女の子は通らないですね、これ。これちょっと一回中戻ってもらえます？いやー、これ最初からやりたかったな。最初からやりたかったな、これ。あー、ここで一回 CM ということで、ちょっと交互期待。人通りが少なくてですね、そうですね、なかなかうまくいかないという、次の人が来たらとりあえず俺が出ていこうみたいな流れ で、ね、ちょっと難しいですねこれ。映ってる映ってる。うわー、このカメラ結構怪しいですね。コージ次通る人に一発芸で笑わせてないと。え、なんですかこれ、僕ですかもしかして。そうです。これで有志工事ですね。地味に分かりやすいんですけどね。いやー、ちょっとなかなか外人通らないですね。向こう側から来てくれる人がいればちょっとこれ見ながら、ちょっと、まあ、見ながら行けるんですけどね。いやでもちょっと遠く見えないですね、これ来てんのか。おじさんです、お兄さんですね、今のは。お兄さんですね。これは難しいな。結構ですね、これ映ってない方から来る確率の方が高いじゃないですかね。高いですからね。新宿駅側っていうか、あっちからの方が、うん、どこかわからないから行けないぜ。これ簡単に説明するとですね、歌舞伎町ビルの裏側、そうなんです、ですね、なんて言ったらいいかな、ひばり寿司の縦花の横の脇道を入ると、
ここにたどり着きます。そうです、小間劇のとこです。いける方向がそっちなんです。そうですね、そうそうそう、小間劇のとこでしょ。縦花の横の小道です。歌舞伎町ビルまで来たっていうコメントさえあれば僕迎え行くんですけど。ねえ、もう暇な人いたらね、もうあと13分ぐらいしかないですけど。全力でダッシュで来てほしいですね、はい、全力で。もう全然移りたい人来てくれてですよ、ね、全然いいんで、もう来週もやろうよ。そうですね、これ来週もやりたいですね。これちょっと面白いですね、この企画。ちょっといつまで、まあ来週までにはちょっと捕まえれるように、ね、僕も努力します。企画いい、来週ガチでやってみよう。いいオープンラストで1時間丸々僕が画面の隅っこに映ってみたいなんで、企画ものですね、完全に。延長しないの、延長できればいいんですけどね。延長できればいいですね。もう放送枠決まってますから。そうですよね、これ2時間だったらめっちゃチャンスいっぱいあるんですけどね。そうなんですよね。もうちょっとそれか、早い時間僕が来れたりとかできれば、全然1時前とかに人いっぱいいるんですけど。なるほど、1時過ぎちゃったらね、女の子、ね、そうですね、結構いないですね。そうですね、カラオケ入ったりとかしちゃいますから、うん、ちょうど、うん、仕事帰りで。あ、大丈夫ですよ、ナイトさんのナンパじゃなくて工事がやるんで。そう、U字工事やるんで。このあと何やるの。そうなんですよね、なんかやらせてください、本当に、うん、てか人通って。人がほんと通らないですね。見て、見える、この人通りの少なさ、うん、歌舞伎町眠ってる。もう眠らない街って言われてるけど、最近人少ないですよね。爆睡ですね、これ同業の人でも多分来てくれないんですか。女の子じゃない、あれ、あ、女の子だ。来ました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 。もうすっごい今横切るスピードは。でナイトさんにはやらせないですよこれ。ダメだった、ダメだった、残念ながら。まああと10分ですからね、なかなかこれは厳しいんじゃないですかね。あのお姉さん足長い。追っかけるの必死だった。いやこれちょっと難しいですね、カメラでの判別が。そうですね、ダッシュが遅い。男の人かな、あれは。男の人か男性ですかね。男の人ですね、男性と女性ですね。これカメラ顔映ってて大丈夫なんですかね、これ。これいいんじゃないですかね。これでもなんか外でこれいきなり喧嘩を始まったら、ここでちょっと解説みたいな感じになりますよね。はい、アテレコみたいな感じで僕たちが喋ろうみたいな感じも面白いですけどね。近く、サンクス、まあ近いっちゃ近いですからね。近く。あら、女の子だ、女の子だ。いやこれ成功したらマジ面白いですね。ああ戻ってくるの早かった。これでもそのうちなんか怒られそうな気もしますけどね。おっと、断られてる絵がシュールだな、これ。めっちゃシュール。多分こんなやってる番組 ないですからね、他。2連敗、いや2連敗じゃない、3連敗4連敗ぐらいですね。これ多分ですね、熱い、ナイトチューブ以外なんかもうニコ生、お、来た、ニコ生全般でもこんなことやってる番組ないんじゃないですかね。歌ってみた、踊ってみたありますけど、ナンパしてみたってないですからね。それなんかやっぱでもカメラ気になる人多いみたいですね。チラッてなんか見てく人いますもんね。あー戻ってくるのも早い。いやこれあと8分しかないからなかなか際どいですねこれ。警察24時みたい。
これ際どいですね。あと8分、女の子来てもちょっと何が何だか分からずって感じですからね。一瞬でしかないですね、うん、すいません、工事だいぶ疲れてるんですけど酔っ払いがこの短い区間でも全力ダッシュですよ面白いことしてんのに誰も捕まってくんないね。これやっぱ3人体制がベストですね。3人体制一番ですね。ナイトさんがいて俺とコウジ君で交代でちょいちょい、そうですね、交代で外出てみたいな、はい、もしくは2人で行ってもいいですね汗だくだよもう外めっちゃムシムシして暑いですからね。あーやばい。しかも何気にここのスタジオちょっとエアコン壊れてて来週業者が入るみたいなんで、ね、エアコンついてないんです、はい。あでも僕最近エアコンかけないで寝てるんで全然もうわりかし暑いのちょっと慣れてますね。汗だくで寝てて風邪ひきましたね寝汗でです、うん、寝汗で風邪ひくっていうでもなんか軽く風が来るから涼しいですけどね。どっから来るのか分かんないですけど多分送風機が送風であるんで。なるほど。誰が一番早くスタジオにお持ち帰りできるか。なるほど。これだったら駒劇前まで行っちゃってもいいですからね。そうですね、はい、でもやっぱこのカメラ内でやっぱやるから面白いですよね。そうですね、はい、見える中で動くのが、ね、あ男の人でしたね。ですね、ナイトさん出さないでってもうコメントがもう多数ですね。多数ありますね。大丈夫です。どんだけ俺は出てもいいんだ、はい、ナイトさんは出さないんで大丈夫です。やりすぎがいきます、はい、U 字工事で、U 字工事で行くんで、はい、やっぱね。しかもナイトさんでいたらもし出てしまったら僕たち負けてしまう可能性があるんで、そうですね、面白くない、ね、面白くないですね。ナイトさんだって声かけたらちょちょいって来ちゃいそうじゃないですか。すぐ怖いですもんね。やっぱね面白くない。そう面白くないんですよ。そうなんですよ。ナンパ企画多分他の番組じゃやんないですから。そうですね、結構ふざけてやってるようで結構僕大真面目で声かけてますからね。来ました。来た。もしかしたら男連れかもしれないということなんですけれども、これはどうなんですかね。あーこれはダメだった模様ですね。はい、ロンハーのスティンガー男の人が連れてましたね。なるほど。いやこれでバッチバチの喧嘩始まったら逆にそれはそれで面白かったのかもしれないですけど。あれ女の子え、あ、わかんないな。あちょっと違うと思う。まあでもナンパっていうか最悪ニコ生のロンハーのスティンガー。え、知ってる人いんのスティンガーのネタ。結構スティンガーって10年ぐらい前ですか。かなり前ですよね。懐かしいですね。いやあだ名でスティンガーって人いましたけどねこれさすがあと5分だったらちょっと難しいですね。ちょっと厳しいですか、ね、これやっぱラス位置からねやっぱね。そうですね。そうオープンの時間ぐらいはまだ一通りまだいっぱいあるんで、うん、これは難しい。これ成功したらもう企画としてはバッチリなんじゃないですかね。す次ユージさん行ってみます。そうですね、ちょっとこれ行ってみます。立ち位置変わりましょうか。こうすぐねこう行けるようにしないといけないですからね。これ行けるかな。じゃあ最後はラス1時間内に来ればユージさんが。そうですね。これなんか他の番組の方だとちょっとやっぱね代表とかオーナー系の人多いんで、僕なんか失うもの何もないんで。そうですね、失うものがないんで僕たちならいけるという。そうですね、しかも家がないんで逆にちょっと檻の中入った方が雨風しのげるんで。そうですね、ご飯も出るかもしれないそうですね、下手したら3食もしかしたら昼寝つきぐらいで、はい、まずい飯がまずい飯が出てきますね。もしくはですけれどもやられちゃうっていう救急車で、ああ入院のパターンもありますからね。まあその時はその時で、はい、まあ視聴者の方が楽しんでもらえれば、ね、僕はあ、ゆうじさん、ゆうじさん、ゴーデン来た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 。
険が伴う企画、間違いない、めちゃくちゃ危険ですよねこれ。しかも歌舞伎町でやることじゃないですもんね。ゆうじさんどうだ。あー男の人、あ、いたいたいた、ゴー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 、連れです連れです、めっちゃ睨まれました行こうとしたら。あ、来た来た、2人組2人組。あーダメでしたか、2人組、ダメか。引き返しちゃう。惜しいな。あ、違う。あ、違います。あ、でもきつい。じゃあ延長、本当に延長したいですけどね、捕まえてここに連れてこれるまで。あ、電話中。お、来たんですかね。あ、反対側から、反対側から、カメラの反対側から撮るみたいなんで。これ電話中難しいんじゃないのこれ。いやもう電話中でも行きましょう。気合で見たいですもんね。またよかったら一緒にニコ生やっていかない。仕事中とか。お疲れ様です。全力の仕方。仕事中って怒られちゃった。仕事中つらい。あーもう残りが2分切っちゃいましたね。2分。あーこれ取らないパターンじゃないですか、ね、もう男行けバックで。別の行くになっちゃいますけどね。どうかな。中継のゆうじさん。はい、撮らないです全然。撮りません。あーこれはちょっと時間切れパターンかな。あーもう残り1分来ちゃいましたね。これは時間切れパターンかな。これはもう、あーもう1分切っちゃいました。いやダメですねこれ。あー延長、スタッフさん延長できないですか。これはダメですね。あーもうやっぱりダメですかね。あ、そうなんですか。お、来週でも。そうですね。あ、ゆうじさん戻りましょうよ。いや仕事中って断られちゃいましたね。そうですね、はい、結構やっぱりこの時間でしたら。そうですね、この辺多分事務所が多いと思うんで、下手したら怒られることもあるんじゃないかと。そうですね、そうですね。ナイト来週ねってことなんで、ナイトさん見てますか。来週この企画らしいんで、僕多分来週風邪ひくんでよろしくお願いします。ということは来週延長ですかね。そうですね、はい、それじゃあまた来週ということで。そうですね。おっと、これはどういうことだ。あー、うん、あー、またねー。ニコナイト。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。